岳尾駅は、福井県越前市府中一丁目にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅、JR 西日本金沢支社の福井地域鉄道部が、管理する直営駅、事務官高度は54万1425を使用、優等列車のうち特急、白鷺の全列車と、サンダーバードのほとんどが停車する、当駅を終点とする普通列車もあり、南越地方の主要駅の一つとなっている、 かつては、福井鉄道南越線の社竹尾駅が当駅に隣接していたが、同駅は1981年4月1日に廃止となった。また、当駅から350メートル離れた場所に、福井鉄道福竹線の越前竹尾駅がある。所在地である越前市内には、北陸新幹線の南越駅が、北陸自動車道竹尾 IC 付近に、 新幹線単独の駅として計画されている。なお、当駅との連絡の方法は未定。一番乗り場2.3番、乗り場島式ホーム二面三線を有する地上駅で、ホーム間はエレベーターを有する古戦橋で連絡している。当地は、福井県の名産品である越前田刃物の産地であるため、一番乗り場上には、刃物で製作された竜の模型が展示されている。 コンコース緑の窓口駅構内には、緑の窓口のほか、緑の券売機、タッチパネル式自動券売機、簡易改札機、化粧室が設置されている。セブンイレブンキオスク待合室内には、売店と立ち食いそば店を有する。バリアフリー対応の設備として、古戦橋のエレベーターと改札外の化粧室に、多機能トイレを併設している。 2010年の夏頃から駅のバリアフリー化工事が行われ、これまで改札を抜け右手になった木造の古選橋に代わり、2010年12月中旬に改札を抜け左手に新たにエレベーター付きの古選橋が完成した。新古選橋が完成したことにより、旧古選橋は2011年1月中旬をもって封鎖となり、同年8月をもって撤去工事が完了した。 福井県統計年間によると、2017年度の1日平均乗車人員は2370人。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、茶竹尾駅はかつて、福井県竹尾市西木町にあった、福井鉄道南越線の駅である、切りかきホーム一面二線と、単式ホーム一面一線を有していた。駅の名をとどめるものは残っていない。 駅前にはロータリーが整備されており、日中はタクシーや路線バスが停車している。駅舎の上を通る連絡通路が整備されており、駅裏への連絡手段として利用されている。越前竹尾駅駅周辺には、福井鉄道の越前竹尾駅のほか、宿泊施設や病院、大型商業施設、市役所などの公共施設や教育施設をはじめ、寺院や神社などの施設が多く所在する。 JR 竹雄駅停留所駅舎北西隣にある、アルプラザ竹雄の正面玄関付近、竹雄駅停留所駅舎南西隣にある、ホテルクラウンヒルズ竹雄の西面、ロータリー出口の交差点を左折すぐ、越前市に停車する、この他の高速路線バスは、いずれも北陸自動車道竹雄 IC のバスストップを使用している、西日本旅客鉄道北陸本線。 快速南上駅竹尾駅鯖江駅、普通王子保駅竹尾駅鯖江駅、福井鉄道南越線車竹尾駅、福竹口駅車竹尾駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。